これがニューヨークシティ。サメサメサメ。4度、4度。Thank you。チェックインはこっちだみたいです。チェックインはチェックイン Yes? Today, today. OK. 福太郎、川端、あ、ネーム M? ん Is it F? Who's your ID? Your passport? OK, OK, passport. Have you stayed here for one night? One night. Can I just need a credit card? Please stop. For room service and incidentals, and you can go like this one. One more, please.Credit card. Yes. These are your room keys. Room key. Hi. Back in their room number. Then the ninth floor. Okay. Elevator is going to be on your right. Right this way. Let me show you. Ah, thank you. We have 24-hour in-room dining. Yeah, if you get hungry, you can order food from the iPad. Our restaurant is right here. And it's open till 10. Ah, food. Yes. Ah, thank you.部屋の電気のつけ方が分かんないんですけど、ちょっと暗いですけど、つきましたということで、マンホテルブルックリンブリッジに到着しました。ニューヨークに来たら一度は泊まってみたいホテルみたいな感じのところでランキングしてたと思うので、結構有名なホテルなんじゃないかなっていうふうに思ってます。で、やっぱりね、このホテルね、気になる方も多いと思うんで、一応こんな感じだよっていうのをバーって見ていきたいと思います。カードキーが木でできてておしゃれ。これでドアピッて開けたら入れます。入り口のすぐ左には飲み物が飲めるらしい。ベターウォーターレスプラスティック It's filters drink up。 ちょっと何言ってるか分かんないんですけど、飲んでみます。うん、美味しい。で、お水の反対側が服をかけるラックですね。あとは前面の鏡で、部屋はワンルームなんですけど、ベッドの隣側には洗面台があって、なぜか芝生で、ここもお水もハンドル形式。ここにも洗面台なので鏡があって、まあハンドソープ、ボディウォッシュから、まあいろいろアメニティが揃ってます。で、この下は何やろ、いやで、この下は何も入ってないんで開けないでください。で、ここが何ですか、トイレットペーパーかな。で、ここはタオルですね。はい、ここはナウナウ石 Not now Now Not now どういう意味やろ、わからない。で、金庫、まあ、洗面台の前もガラスですね。で、続いてお風呂はガラス張りのシャワールーム。そして、あ、こっちはトイレなんですね。
ウォシュレットがないという感じでした。バスルームで、続いてベッドの前の、続いてこのベッドの前の家具は、おお、服をかけるのと、あとなんだろう、ヨガマット的なやつ。おお、すごいねこれ、結構充実してへん。お酒にコーヒー、まあ、こっちもねエスプレッソ、ほんでお菓子も一通りありますね。うん、ドライヤーに何かのカゴ、リサイクルって書いてある。でベッドの前には LG のテレビに椅子で、キングサイズのベッドですね。でこのホテルの一番いいところはこの夜景ですね。見ていただけたら分かると思うんですけど、ちょっと今ね窓でね反射し見えないんで、ちょっと開けてみますか。開けることもできるみたいなんで、はい、どうですか、どうですか、このニューヨークの市街の夜景めちゃめちゃ綺麗じゃないですか。映えるね。カメラの性能を見つつね、夜景をズームしてみますか。あれなんて書いてある、あ、こんな文字でもなかった。おー、すごい働いてる、綺麗ですね。まあ東京の丸の内の夜景も綺麗ですけど、ここもすごい綺麗で、このホテルの下はこんな感じで公園になってます。なんかメリーゴーランドとかね、カフェとかいろいろあるみたいなんで、明日お散歩していきたいと思います。なんだこれ、前かけ下かけ、おお、フォークか、ナイフとフォークでしょ。うん、うわ、おい、ほうれん草かなこれ。わさび感はあんまないんすけど、コーラ忘れられてないかな。油の味がすごいな、めっちゃオイリー。Is not here yet pork, コーラ、yes. Thank you. めちゃめちゃ甘いな、このコーラ。うん、ほうれん草さん、ショー。さて、移動するか。チェック、プリーズ。チェック、何も渡せばいいんだろう。お会計は、スピナッチ12ドル、コーラが5ドル。で、合計17ドル。で、税金が 1.51 ドル。トータル 18.51 ドルですね。で、お会計どこですの？向こうか。クレジット OK? 大丈夫、チップ Thank you。 はい、じゃあ一本部屋に戻りますわ。
きました。屋上のルーフトップ、すごくないですかこれ。これがブルックリンブリッジなのかな。これがニューヨークシティ、憧れの街。寒い。4°C。 はい、はい、OKOK。 誕生日時間に人の写真を撮るっていう。 OK。 デボデボデボ OKOK。 ということで、僕の誕生日は人の写真を撮って終わるっていう時間でした。はい、ということでね、写真を撮ってくださいって頼まれちゃったんで、撮ってる間に誕生日になっちゃいました。見てください、この夜景すごくないですか。1年前はこんなところで撮ると思ってなかったんですけど、人生分かんないですね、どうなるか。急いで海外よく行ってとか言われるんですけど、まあ、兄弟おらずにね、一人で育ってきたんで、むしろ一人の方が増えてやっていくという感じです、僕は。まあ、たまにはね、人と一緒に遊んで焼き肉するのもいいんですけど、撮りたいのもすごい楽しいです。寒い、見てこの夜景すごくない？めちゃくちゃ明るいよ。めちゃめちゃ働いたんで、ちょっと自分へのゴールとして、このニューヨークの旅、自分へプレゼントしてみました。I can speak English very well. Do you know Japanese barbecue? 焼肉? Where are you from? Tokyo? 東京、東京。Yeah!